やーハロー、こんばんは。どうも、マジラジオ芸人ハマーです。はい、現在1月13日木曜日の午前3時49分ですね。はい、ただまあ、ドクターストーンの16話、17話を見て、そして、ファンタジー美少女、ジュニコおじさんとの1話を見て、まあ、めちゃくちゃ笑いましたけど、さあ、ここからは楽しみです。これは本場楽しみ。箱詰めの2話ですね。いきたいと思います。箱詰めめっちゃ物語、1話がね。はい、では自己紹介。僕はマジライド芸人ハマーと言います。一升瓶のデジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴は16年目、マジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない。これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、パフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態。はい、今月は仕事はゼロになりました。今は貯蓄切り崩れながら生活してます。なるべくね、お金使わないように自粛してるんですけども、そんな中でアニメにハマって、約1年10ヶ月で550作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってるんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなどは全て説明文にあるんで、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画に関しては再生リストにまとめてますが、ほとんど消えてます。理由は最後に説明します。あとはパフォーマンス、ジャグリング、雑談というリストには、その名の通り僕のパフォーマンス動画、ジャグリングの動画、そして、たわいもない雑談があります。あとはね、アニメのランキング、おすすめ動画などもリストがあるんでね、よかったら見てください。はい、今年9月頃でかい発表があるかもしれません。お楽しみに。では行きます。ディアニメストアです。3、2、1、スタート。今んとこ冬アニメ、見てる中では、箱詰めは1番か2番におもろいですね。あ、そっか、これマットハウスなんやね。110番ちゃう。やっぱり ソフトに声をかける。雪のアザラック、
あ、さっきの子か。P 多いな 一応も P 多かった。エロ用語重要もうこれほんまなんやろな。エロ用語が分からへんからね、戸惑ってんのは。え、なんやこれ。後輩義理の父ってこと？これ。
なんか富士が言いそうやね。親父に虐待されてる？過激少女のナラとアイパターンやな。どこの方言や。すごいな、富士は見抜いたんやね。え？頼もしいな、富士山。お、手紙。これ嬉しいね。頑張れ。雰囲気変わったね。ああ、いや、落ちちゃった。薬物かな。
ポリスジャンクル。なんでこんないかついね。お、花澤香菜さんかな、牧高さん。最初に出てきた。抱かれるような悪口。新選組オタク。猿やないか。はてめのバカ。
誰が猿や。男は誰が猿や。あれ？さっきの彼氏か。そうやな。お、藤が来た。いかつい刑事いるやん、リーゼント。チェンジで。リーゼントのゴリラ。つつ持たせて。すごいね。司馬遼太郎の、へえ、司馬遼太郎、イケメン俳優かな、画像これ知らんのね。司馬遼太郎ってサッカーやんな。お、あの少女、花森ゆみりさんだよね。次回予告としかなかったな。
はい、ちょっとあらすじ読ませてもらいますと、歩道の実地練習をしていた河合は16歳で少女を保護する。事情聴取を担当する河合だが、経験豊富な少女の言葉に翻弄される。ペア長である藤は少女の生活環境と迎えに来た両親の様子に、藤は不穏な雰囲気を感じた。そんな藤がとった行動とは、一方刑事課で数少ない女性刑事として勤務する牧高は、照りか知らない男性刑事との日々に悩みを抱えているようで。まあまあ、なるほどね。おもろいな、このアニメ、ほんまに。ちょっと今んとこ、マジで、今んとこ冬アニメでは一番好きかもしれない、これ。まあ、最初ね、その職質。男子高校生の喫煙問題から始まり、まあ、たまたま見つけた16歳の少女に声かけたら、まあ、家出少女やったってことで。まあ、そうか。ごまかしてたのね。あれ、誰を思ってごまかしたのかな？母ちゃんを思ってごまかしたのかな？自分のその受けてる被害を隠してね。めちゃくちゃええ子やないか、あれ。まあ、要は、ちょっとちゃうけど、髭を剃る、そして女子高生を拾うの、萩原さゆみたいなもんかな。まあ、そのね、まあ、逃げてたから、まあ、そのいろんな人と縁故してたみたいな、そんな感じなんかな。まあ、それをね、迎えに来た両親を見て、藤が見事に見抜いた。素晴らしいですね、これは。ね、ちょっと泣きながら、ちゃんと、ね、告白というか、した。少女がちょっと、まあ、ぐっとくるもんがありましたけど。まあ、あと、教官にエロ用語重要バーンって書かれたのを、ぼーっとしててすみませんでしたっていう回想おもろかったし、セックスの時のバックは 警察用語でどう言うんですかみたいな質問おもろかったし。で、最後に感動の手紙が来たか思ったら、コンドームとラブホのスタンプカード来た。ちょっとほんま、思い出すことができるな、これ。で、まあ次は、牧高さんね。まあちょっと、いかついやつしかいいひん、刑事課の中で、新選組が好きで、警察になったけども、まあ男が苦手やっていう中でも、刑事課の中でね、頑張ってる姿っていうのが、まあ良かったし、DV の加害者の男にもね、ちょっとまあビビりつつもひるまんかったのは良かった。それはリーゼントのね、おっちゃんに褒められたら 良かったですね、牧高さんね。で、まあ、富士山と、飲みに行くのは怖いのね。富士山はどんだけ怖がられてんのかというのは、よう分かったわ。いかつい連中ですら怖がってんのがおもろかったな。いやー、ちょっと今のところ箱詰めマジおもろいっすわ。はい、ということで箱詰め2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。はい。で、最初にね、ちょっと言った再生リストに動画が少ないっていうのがね、僕は今、アニメリアクタースタートして1年10ヶ月目なんですけども、まあ、1年7ヶ月目の時にね、1年5ヶ月分、トータル1年5ヶ月分ね、おととしの8月19から去年の9月、あ、違う違う、おととしの9月19から去年の8月18までの動画をちょっとね、去年10月5日6日の、生配信で消したので、ちょっと理由があって。まあ、少なくなりました。まあ、特にね、馬娘が亡くなったことで、ちょっと再生数がえげつなく伸びません。チャンネル登録者数もえげつなく伸びなくて、正直今しんどくて、ほんまにやめたいところではあるんですけども、とにかく根性を入れて今はね、まあ、全部ぶっ飛ばそう思ってね、そんな負のものは。ですし、今はね、とにかく頑張っておりますんで、ぜひですね、応援してやってください。で、4人の方がですね、これまでね、僕を YouTube でして、ショー見に来てくださいましたんで、いつの日かね、皆様にも会えるように。とにかく僕は再生数ゴミですが、一つ誇れるもんがあればね、頑張れると思って、投稿本数だけは誇れると思ってますんでね、僕の投稿本数ぜひ注目してやってください。バンバン投稿してますんでね。はい。いつか皆さんとね、どこかの会場でお会いできて、YouTube 見てますってね、言っていただけることがあればいいなと思いますんで、もうこのコロナ、とにかく、貯金ね、切らさんように頑張りますんでね、お願いいたします。応援しててください。はい、以上、マジラ料金にハマーシャ。